で、なぜその、あの、言葉の力っていうことをね、お話しさせていただくのかというと、よく考えてみていただきたいんですけれども、この言葉の力っていうのは、実は皆さんがね、こちらの、 朝、えーね、ご覧いただいているこのライブでも、えー、たくさんの方がね、人生変わりましたって、もう毎日毎日もうメッセージが後を立たないんですけれども、じゃあ何で私が変えているのかって言ったら言葉によって伝えてるわけじゃないですか。でよく考えてみてください。えー、学校に行って学ぶときっていうのも何で学ぶかって言ったら言葉の学ぶ力なわけですよね。で えー、そして、えー、あなたが、えー、学校で、例えばいじめの経験者っていう方もね、いらっしゃらなくないかなというふうに思うんですけれども、このいじめっていうのも大抵何で起きるかって言ったら言葉でいじめられたりするわけじゃないですか。そして、夫婦間のコミュニケーションが、えー、ねうまくいってるとき、ラブラブなときにもラブラブを伝え合うのも言葉ですよね。でも、えー、だんだんそのね、気持ちが、えー、ね、あの、 すれ違ってしまったりって言った時の、そのすれ違った状況っていうのも何で皆さん確認されてるかって言ったら言葉で確認されてるわけですよね。契約書も言葉。えそして皆様が何か購入するときに、えーね あの、ウェブサイトとかで購入するときにもえ、何を見てるかって言ったらば、言葉を見てるわけですよね。ですので、この言葉の力っていうのは、とてつもなく、えー、私たちに対してね、影響力があるんだっていうことわかりますかね。で、それがわかっていただけると、えー、皆さんの中でですね、えー、その言葉の重要性っていうことが、すごいよくわかっていただけるんじゃないかということなんですね。 えー、ですので、言葉っていうのは、えー、ね、ある意味、本でね、読むときにも何を皆さん読んでるかって言ったら言葉ですからね。えー、ということは、本当に本当に皆さん、あの、言葉って っていうのを制していただければですね、もうすべてを制することができる。で、お医者さんも診断っていうのを何で伝えてるかって言ったら言葉なわけじゃないですか。あなたはガンですって言われたらば、それで、えー、ガンということに、あなたはガーンとなってしまう。これちょっとくだらないギャグになってましたけれども。 とにかくね、あの、お伝えしなきゃいけないことは、その、癒すっていうことだったとしても、傷つけるっていうことだったとしても、啓蒙するっていうことだったりしても、えー、元気を出すっていうことだったりしても、傷つけるっていうことだったとしてもね、あのいじめなんて最後究極自殺っていうところまで行ってしまえる可能性があるわけじゃないですか。でも、逆に言葉っていうのを変えていって、あなたが贅沢に使っていったとしたらば、 これえ、言葉っていうのが、あの、本当に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 、どんどん、どんどん,、うん、そう、今ね、ゴールドシップさんが書いてくださってますけれども、え旦那様と相手の良いところをえ褒め合っているので、とても信頼関係が築かれ、日に日に仲良くなっています。言葉を掛け合うのがとても大切ですね。え、あなたは、 どういう言葉を自分にかけていくのかということによって自分のポテンシャルを生かすも殺すもあなた次第っていうことなんですよね。うん。で、えー、ね、これって、えー、覚えてらっしゃいます人間の脳っていうのは一日何回問答をするんでしたっけ質問し回答するというのを繰り返しているんでしたっけそう、6万回から、えー、7万回やっているんですよね。 ということは、6万回あなたが繰り返す質問を、なんで私ってダメなのっていうことを繰り返していたとすると、あなたは、ほら、ダメなんじゃないっていう、さ、え、ら、ー、にね、質問をした、ダメっていうものを質問した、なぜダメなのっていうふうに聞いたらば、脳はその通りに答えていくんですよね。いいですか脳は、あなたの質問通りに答えてくれます。 脳はあなたの質問通りに答えてくれます。ですから、なぜダメなのっていうふうに言ったとしたらば、ほら、だからダメなのよ、というのを、6万回あなたはね、自分にすり込んでしまうことになるわけですよね。 で、えー、これは、えー、すなわち脳の中には、Reticular Activating System と呼ばれる脳の規定層にあるフィルターがあるんですね。このフィルターというのは、えー、脳というのは、実は私がね、今こちらのホテルに、えー、あるものすべてをね、認知しているんですよね。で、その認知しているものすべてを脳が、えー、全部データ処理をしようということになってしまいますと、 もう脳がね、パンクしちゃうんですよね。えー、ですので、そのパンクを防ぐために、脳は重要なことだけを認知するっていうね、フィルターの機能がついているわけなんですね。ですので、そのフィルターの機能によって、えー、重要だと認められたものをどん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 認知していくということは、その何を重要とするかっていうことを決めているのかというと、その質問だったりフォーカスをするものなわけですよね。 で、なぜダメなのっていう質問をするということは、そのダメを探していくわけですから、ほら、あなた、ここがダメじゃない英語がダメじゃない人間力がダメじゃないえーね、あなたの顔がダメじゃないあなたの体調がダメじゃないダメがダメじゃないっていうダメなことを、どん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 、証拠コレクターっていうことで見つけていってしまいますから、あなたはますますですね、自分に対して自信がない状態になってしまうということですよね。で、自分を信じることができない状態っていうのは、あなたが どんな波動状態かって言ったらばそれは波動が低い状態なわけですよね自分を信じることができないわけですからね で、えー、ね、もし、あの、心臓外科医にお世話にならなきゃいけないときにですよ。あなたが自信のない、えー、心臓外科医、えー、ちょっと僕、今回初めてなんで、えー、なんで、自信がないんです。えー、あなたの心臓を切らせていただきます。みたいな手がプルプル震えながらね、メスを刺されたとしたら、これとてもじゃないですけれども、あの、信頼して、あなたは、あの、手術台の上に寝てられないですよね。ということで、 あなたが、えー、自分に対して自分を信じることができないような、えーね、あの質問をしてしまうことによって、えー、あなたは社会的にも、ねですね、成功しにくいということになるわけですよねで。その低い波動の状態、自分に自信がないという状態だったとすると宇宙は、えー、あなたを発見することができるのか高波動な、ね、宇宙という、宇宙って展、ね、開にありますから波動がヒヤーンって高いわけですよね。でそのヒ と高いっていうところから、あなたの低い自信がないんですっていうところの、えー、場所にいるあなたを発見することができませんから、そうすると宇宙が常にね、えー、私たちが成功していくために送ってくれている、えー、ひらめきっていうのも当然受け取ることができないですので、自信がないから人には信用されない、人にも信用されないじゃなくて、自分にも信用されないだけじゃなくて、宇宙からも応援されないっていう状態になりますので、これはとてつもなく あなた自身は、えー、もうねあの自分に対してそうそうもったいないことをしているっていうことになるわけですよね。ですので、えー、あなたはなんでダメなのではなくてなんでこんなに素敵なのというふうにしていくということですね。なんでいつも晴れ晴天なのだろうと思っているから晴れ男なんですね。そういうことです。えー、ということで大抵の場合 あなたが、そう、えー、言葉をどれだけ贅沢にしてあげられるのかというところさえ工夫さえできれば、あなたの人生っていうのは、 一番、えー、早く変わっていくことができるということなんですね。ということで、えー、皆様、言葉の重要性って分かってきましたそして自分に対する言葉かけの重要性っていうことですね。えー、これは、えっ、ー、と、えー、500、うん、うんと5ミリオンドルを、えー、の、あ,じゃあ500ミリオンドルのですね、えーえーと、ネットウォース、えーえー、自己価値が、自己価値じゃない、価値ですね。価値がある。<laughs> はい。 <laughs> えっと、ちょっとごめんなさい。おーお、小熊先生、頑張ってね。<laughs> できる、できる、できる。<laughs> はい、えーま、世界ナンバーワンコーチのアンソニー・ロビンズもですね。うん 人間っていうのはえ、大抵の場合、頭の中でずっと質問を繰り返している。まあ、6万、7万回っていうことなんですけれども、で、その質問の時に、えー、ね、あの、どうしてもネガティブな質問をしてしまう方が多いけれども、これを変える。これをプライマリークエスチョンというふうにね、あの、アンソニーは呼んで、んでいますが、この質問を肯定的にするだけで、えー、ね、人生が激変するっていうふうに言っているんですよね。で、これも言葉の力なわけじゃないですか。 で、アンソニーは一番最初はね、えーえー、どうしたら改善できるのかっていう、どうしたらよりよくできるのか。えー、要は前提として、どうしてよりよくできるのかということの前提というのは、今が良くないっていうことなわけですよね。ですので、えー、彼自身が、 常にね、あの、部下の悪いところ、えー、自分の悪いところ、どこのセミナーに行っても悪いところを見つけてしまって改善を指摘してしまうという、そういう改善指摘人間になってしまって、とてもじゃないけど、えー、ね、あの、部下たちを、あの、良い言葉で励ませるような、えー、ね、あの、素敵な、えー、上司になることができていなかったわけなんですよね。 えー、ということで、えー、あなた、えー、その何にフォーカスするのかってのは本当に大切なわけですよね。で、前提として、じゃあ、フォーカスするものを、えー、悪いところがあるっていう前提ではなくて、すべてはもう完璧である。えー、だけれども、その完璧の中からさらに、えー、ね、あの、喜びを見つけるためには、今何、えー、ができるのかとか、えー、今のこの完璧さを神から与えられている、この完璧の中をより良くするより感謝、 して、えー、より良くしていくためには何ができるのかというふうな質問に書いていったわけですよね。ですので、How can I improve? という、えーね、あの前提として、It's not good enough という、えー、十分良くないっていうところからスタートするんではなくて、えー、じゃなくて、もう、Now it's perfect. もうすでに God's perfection 神の完璧さがあるよ、今というのは。で、そこをどうしたら How can I appreciate、uh, even more、uh, the God's perfection Right now っていう風に書いてったわけですよね。今この瞬間に、神のこの与えてくださった完璧さをどうしたらより感謝することができるのかという質問に書いてったわけですよね。そうしたらば前提として、It's already perfect! It's already 完璧っていうところからスタートすることができるので、彼は部下に対しても優しい言葉を、えー、自分に対しても優しい言葉をね、かけられるようになったわけですよね。ですので、 え彼はいつもねどっかに行った時に、えー、何か荒探しをする、えー、改善できるところばかりをねあの探してしまって、えー、何かこれができてないこれができてないっていう風な指摘をするんではなくて、えー、ここもさらにもっと感謝できるねここもさらにもっと感謝できるねという に変えていてくことができるよううにななったということいこんですね、えー、ですので、あなたが自分に対してどんな質問をするかということによって、あなたがどんな感情で毎日いられるのかが変わってくる。これが、えー、言葉というのが、えー、薬と一緒。要は 腸内薬局、えじゃ、体内薬局みたいなもんなわけですよね。脳内薬局って言ってもいいかもしれないです、えー。人間の感情というのは脳の中でどんなホルモンが出るのかということによって決まってしまいます。例えば、オキシトーシンと呼ばれるね、えー、赤ちゃんを産んだ時に、えー、あなたが、えー、感じるホルモン、えー、分泌するホルモン、オキシトーシンというのは、えー、あなたをね、幸せ、安心させるっていう、そういう、えー、ホルモンになるわけですよね。 で、えー、あなたがね、攻撃的な言葉をかけていたとすると、それはね、もう、あなたがストレスホルモンをね、えー、分泌してしまうということになるわけですよね。えー、ということで、競争とかだったらアドレナリンが出てしまうということになるわけですよね。えー、ですけれども、あなたがね、いやーもうね、本当に、やるちゃんよくやってるね、とかね、あのー、えー、さとこさんよくできてるね、とかねあ、はい、えー、ポジティブな処方箋お出ししておきますね。そういうことです、友谷さん。 はい。えー、というように、あなたが自分に対して、良、えー、いお言葉がけをね、えー、どん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 することができたとしたらば、あなたは脳内にどんどんね、あの本当に、えーね、えー、飯田さんもよく、えー、やってらっしゃいますね。あの、えー、これは孝一郎さんと読みするのかな孝、えー、一郎さん。 今日もよく頑張ってますねって自分自身に、えーね、ポジティブな言葉がけをしてあげたとすますよね、えー。高一さんの全てもう完璧な、えー、今の人生をどうしたらよりよく感謝できますかねというふうに、えー、自分の脳内の質問をね、変えてあげていったとすると、えー、そうするとね、どんどんどんど、ん えー、あなたはポジティブな、えー、ことをね、発見することができる。なぜならば、脳内のね、ラスというのは、えー、もうどん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 、えー、あなたがフォーカスしているもの、あなたが質問しているものを、えー、どんどん見,あの、ね、見つけて、それを証拠として持ってきてくれますから、ほらだからあなたってこれだけすごいでしょほらあなたってこんな完璧でしょうという、えー、そのあなたがどんどん自分に対して肯定的な、えーねえー、根拠を見つけることができるようになるので、あなた自身が どん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 幸せになっていき、そしてあなたが優しい言葉をかけるからこそ脳内ホルモン自体も ね、オキシトーシンのような、えー、母性ホルモンが出てきて、えー、ね、あの、オキシトーシンって、例えば人とハグをした時にね、ほっとするじゃないですか。あのオキシトーシンがあなたが言葉がけによって出せるっていうことになるわけですよね。えー、だとしたらば、あ、そう、産んでくれてありがとうもそうですし、えー、自分自身がね、えー、自分自身に感謝をするっていうことですよね。 えー、ということなので、朝起きてくれてありがとう。こうやって朝ライブをね、アグマの場合だったらやってくれてありがとうでしょうし、皆さんの場合だったら、えー、朝ライブをね、こうやって見て勉強してくれてありがとうっていうふうに、えー、自分自身ね。 どん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 ポジティブな感情が出せるような言葉かけっていうのをね、あなたは天才、私は何でもできるっていうのをね、どん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 自分にかけていってあげてほしいわけですよねで。なんで私こんなできちゃうんだろうなんで私こんな綺麗なんだろうなんでこんなに若返られちゃうんだろうなんでこんなに痩せられちゃうんだろうこなんでこんなに仕事ができるんだろうなんでこんなにうまくいっちゃうんだろうなんでこんなに、えー、ね何でもできちゃうんだろうなんでこんなに全てが運が良いんだろうなんで私はいつも 女なんだなんで私は晴れ男なんだろうなんで全てが何でもうまくいくんだろうなんで私って人目に恵まれているんだろうなんでこんなに食べ物に恵まれてるんだろうなんでこんなにいつもいつも幸せなんだろうなんで仕事がスムーズにいっちゃうんだろうなんでこんなにお金持ちなんだろうなんで勝手に向こうからお金がやってくるんだろうなんでこんなにビジネスがうまくいっちゃうんだろうというふうにもうこうやってあなたのラスにですね、どん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 肯定的なものを発見できるような質問を を浴びせるように、えー、あなたに与えていってあげてほしいんですね。で今お伝えしたことをあなたが何度も何度もはい,いですね。なんでこんなに幸せなんだろうな。んでこんなに朝起きられちゃうんだろう。はい、えー、という風に。 言っていくと、えー、ね、あ、なんで朝が早く起きられちゃうんだろう。ほら、だから朝早く起きられちゃうでしょう。というふうに、どんどん、どんどん、どんどん自分自身をね、上げていってほしいわけですよね。そう。なんでこんなにうまくいっちゃうんだろう。なんで私って天才なんだろう。なんで私って最高なんだろう。朝ライブに、えー、押していただきありがとうございます。っていうふうに私は言いますけれども、なんでこんなにうまくいっちゃうんだろう。なんでこんなにビジネスがうまくいっちゃうんだろう。というふうに、どんどんこと 言葉のシャワーだっってて言葉ってどうですかお金かかりますかかからないですよねということは、お、あのね、もう、お金がかけられない。 だったとしたらば、せめて言葉だけでもあなたはどうぞぜ贅沢にあなた自身にかけてあげていただきたいわけですね。えー、ということであなたはどんどんひらめきも上がってくるので、このひらめき力っていうのは実はあ,いあなたはね、アインシュタイン化するほど、えー、素晴らしいわけですよねで。そうするとあなたは自分自身の運気も上げていくことができるということになりますから、えー、そうすると奇跡がどんどん起きてくるっていう、そういう毎日を生きられるようになるということ。 ですので言葉という無料であなたが自分自身に与えることができる、えー、そこを変えていくことによって。 とんでもないあなたは奇跡を自分に対して起こすことができるということなんです。えー、これだったとしたらば、今あなたがどんな状況だったとしても、えー、自分のことに、自分に対してね、えー、贅沢な言葉がけをしないという毎日を選ぶ意味がないっていうの、わかります、えー、だったとしたらば、なんで私ダメなのよなんでここできてないのなんでこういこんなことするのは、まあ、ダイエット太っちゃうからこれ食べちゃダメでしょなんていうこと 言葉をかけては、ならないっていうのわかります で、そうやって自分自身が、えー、自分に対して優しくなれたとしたらば、えー、自分自身の、ね、ハートちゃんは、えー、どんどんピンク色になっていくわけですよね、えー。そうしたらば、どんどんあなたの心っていうのが満たされていったときに、あなたが心が満たされているときに、人に対しても、えー、嫌味を言いたくなったり、人に対してもね、えー、ね、なんか辛く当たったりとか、えー、人に対してひどい言葉っていうのを言いにくくなりませんか そうしたらばあなたは、えー、ある意味周りの人へもプラスの,、えーね、あのルンルルンルルンルン,ンっていう機嫌がいい人、ね、運がいい人のそばに行った時には、えー、あなた自身の波動も高いから周りの人への波動も上げていくっていうことができるわけですよねだとしたらば周りにとってのあなたがパワースポットになれるっていうことになるってことなんですよね。 えだったとしたらば、あなたはもうすでにその時点で、あなた自身の運気も上がっていて、どんどん奇跡も生きていますが、それだけじゃなくて、あなたは周りの人にとっても、プラスの影響を、えーね、あの発揮することができるということになるわけですから、あなたが歩く神社、あなたがパワースポットということになるわけですよね。えー、だとしたらば、えー、あなたがね、世界平和に対して、えー、ね、あ、いいなと、やっぱり世界平和があったとしたら確かにいじめもなくなって、 競争っていうのもなくなってえみんなが豊かになっていくんだったとしたらばえそれっていいなっていうふうに賛同していただけるんであればもうまずは今日からあなたは自分への言葉がけから始めていただきたいということなんですよね。 えー、自分に対しての質問っていうのを書いていただく。皆さんの自分に対する言葉っていうのを常に常に、えー、自分に対して寛容になり、えー、そして、えー、自分が自分の最良の応援団になっていただきたい。チュアリーダーになっていただきたい。フレふれヤよいちゃん。フレふれイーズミちゃん。フレーフレーたまちゃん。ふれフレえいこちゃん、えー。というふうにね、あひでこちゃんというふうにど、 どどんどん自分自身を応援していくっていう,っていうことは自分自身を本当に育んであげるっていうことですよね。でそうやってあなたが自分自身を本当に目いでて自分自身を応援して自分自身に優しい 言葉をかけてあげていったとすると、あなたの波動が上がって、宇宙から応援され奇跡が毎日起きる。だから余計待てますますあなたのところに奇跡がどんどん起きてきて、あなたはますます運気が良くなっていくというところになっていき、そして、現因で運気のいい人がそばに来ると、なんかこの人波動が高いって言って、みんなが集まってきてくれる。みんなが集まってきてくれれば、それは集客力にもなるということですよね。えそして、 え、集客できたとしたらば、あなたは収入もアップすることができるということですよね。えー、ですので、えー、あなたが本当に言葉がけというね、本当に小さな小さな変化を、えー、今日からもたらすことによってですね、本当に徹底して、で、あなたが気づかないうちに、ほら、あの、えー、ね、よく他人に対しても、いや、私まだまだなんですとか、いや、私はもうちょっとずつしか進んでないです。あの、なんとか少しずつできるようになりましたっていうふうに言ったらはいいですか 言葉通りに人生はなっていきますから、本当に少しずつしか良くならないということになっちゃうわけですよね。ですから、そこはぐっと、たとえ現実が少しずつしか良くなってなかったとしても、いや、すごい良くなってますよ。どんどん良くなっています。あっさりすごいことが起きています。ね、どんどん私、あの、最高の自分になっています。というふうに言ってあげられれば、どん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 ね、本当にそれが現実になってくるということなんですよね。で、そしてあなたがどんどんどんそうやって、 軽やかにに成功軌跡を生きるようになったとすると、えー、あなたの高い波動を感じて周りの人も良くなっていきそして周りの人もね同じ変化があなたがいつもねあのプラスの言葉がけを、えーね、するというところをやっていればあなたの周りにはその、えー、同じような波動を持った集団しか集まらなくなるわけですよ。えー、そううするともう波動管理が 最高にうまくいっている人たちが、どん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 、えー、あなたの周りに集まってきて、えー、それが地上天国の拡大ということになっていくわけですよね。えー、ですので、どん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 あなたが地上天国言葉を自分にかけてあげることによって、地上天国は拡大していくことができるということなんですよね。ですので、えー、並木義和さんがね、スピリチュアルなリーダーでいらっしゃいますが、えー、彼が、えー、一人の覚醒 でした。魂というのは、1万、2万2000人の人たちをね、覚醒するだけの力があるっていうふうにおっしゃったり、バスワールが、 えー、一人の覚醒した魂というのは、100万人ぐらいの力があるっていうふうにおっしゃっているのは、えー、そういうことなわけですよね。ですので、あなたがどん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 波動管理をね、えー、していくっていうこと、波動を高くしていくっていうところ、これを、なんとあなたは、ね、波動調整器とかを買うということではなくて、あなたがどうやって、どんな言葉を自分自身にかけてあげていただけるのかという、なんと言葉で、えーそれ がですからあなたが自分に対する質問、えー、声がけをかけ変えていただくということによってあなたは最高の、えー、ある意味、えー、薬局を脳内に作ることができ 最高のあなたは、えーねえー、本当にあの地上天国をあなたにのために作って差し上げることができ、そしてこの最初に作ったあなたの地上天国は、やがては何万人もの人を幸せにしていくことができるようになるよということなんですね。 えーですので、えー、どうぞ今日もね、自分自身に対して最高の言葉がけを永遠とし続けてあげていただければというふうに思います。今日のハイライトを説明します。言葉は武器、薬、売り上げ、教育、法律、愛、傷、豊かさとすべてなんです。ですから、言葉は無料ですから、贅沢に使ってあげてください。えー、で、言葉で意味付け、 あなたのね、周りで起きた、えー、悲しいなって思った現象、例えば振られちゃった、あるいは仕事が取れなかった、でもより良いものが来るんだという風な意味付けと言葉遣いをしてしまえば、えー、そうすればあなたは苦しいということも感じなくて済むわけですよね。無意識も自分の言葉で書き換えが可能です。えー、私はなてどうせバカ、どうせブスだったとしたらばそうじゃないです。あなたは最高の美人、最高のハンサム、えー、最高の、えー、人材、えー、最高の天才、 というふうにあなたは自分に対して何度も何度もね、えー、肯定的な言葉をかけてあげれば、えー、無意識というのは何度も何度もかけた言葉を覚えてしまう、すり込んでしまうわけですから、どうぞ、す、えーね、り込みたい言葉を、えー、壁に貼っておくでも、えー、待ち受けにするでも、えー、壁紙にしていただくでも、えーね、あの何でも構いませんので、インカンテーションというやり方でも構いませんので、自分に対して、えー、肯定的な言葉かけというのをしてあげてください。 そして、自分の言葉書きによってセルフイメージが上がれば、高くなったセルフイメージ通りにあなたの人生は好転していきますから、もうこれはあなたが最強の人生を生きる。 最短、無料で最短に行けるってことなんですよね。そして自分が最高になったら、相手にも言葉をね、優しくかけられるようになるからこそ、あなたは人をいじめれたり、マウントしたり、羨ましいと思うような、人の波動を下げるような存在ではなくて、人を癒し、愛し、教育し、育成し、いじめもなくしていくことができるということになるわけですよね。 えそうすれば、あなたは市場への言葉がけ、えー、をね、よくしていくことができるので、えー、私は自分に自信があるというね、えー、そういうところから、えー、私はあなたにこういうサービスを提供できますよって言った時にも自信を持ってすることができるので、売上集客、利益をも、えー、上げていくことができるということで、本当に万能なのが言葉遣いということでした。